こちらは耐久レース用のブレーキキャリパーの NR22 という製品になっています。こちらは今申し上げた通り耐久レースに実際に使用されていたブレーキキャリパーなんですけれども、日本のグッドデザイン賞というデザイン賞と世界三大デザイン賞と呼ばれるドイツの2つとアメリカの1つの3つの各賞も受賞させていただいた自動車のブレーキキャリパーとしては初のブレーキとなっております。でこちらの特徴としましてはデザイン性だけではなくて、従来のこれまでの製品から機能性能は落とさず軽量化 7% の軽量化と衣装性の向上というのができた製品となっております。弊社の製品でレース系の製品はこういった形で反射の強いメッキを表面処理で施しているんですけれども、こちらはローターからの輻射熱、非常に高い温度となってますので、そちらの輻射熱をブレーキを保護する目的で、それで冷却性を向上させるというところが目的として、レース系はこのような鏡面化をしたメッキを施しております。こちらのところどころ大きな凹凸があったりとか穴の部分というのは軽量化のために開いております。でこの穴が開いている部分だとか大きな凹凸がある部分というのは構造解析と呼ばれる手法を使って導き出された結果をもとに、残す部分減らす部分というのを参考にこのような形状になっています。